これ従業員の人が持ってきてくれました。プロジェクター15キロ、ちょっと書くか。15キログラムで、これを今ちょっと型番で、これ何なのか、何の雑品なのか調べてみます。あ、プロジェクターって書いてありますね。 LX2000 プロジェクター。これを今からバラして、資源的価値があるかどうかをちょっと調べたいんですけど、差し込み口はないな、特に。ここしか。大丈夫？何が入ってんだろう？鉄箱だよね。あれ？プラスチック？今からバラしてみます。何が入ってんだろう。ビス残しときましょう。最悪閉じちゃいましょう。最悪中身次第で。これ分かんないな。何これ、なんで分かんないの。91年生か。なんかプラスチックの割合も多そうだな。あ、ファンがある。ファン、パソコンみたいなやつなのかな。何これ、何これ、やばくね。なんか入ってんだけど。え、何これ、なんかずれてんだけど。もはや、こっちも止めてある。楽しみだな。どういう構造になってんの。なんだろう。立てるか。食ってんな、これ。そうなってんの、これ。うん、取れた、取れた。なんで取れないの。ああ、いったかも。
なんだプラスチックかい。なんだこれ。なにこれ。さすが基板一枚ずつから雑品では出せないよなこれな。なんだ。プラスチックだったんだ。なんなのこれ。マイナスドライバーに行ってダメだ。いや。てんのかな。わからん。全然わからん。初めてだもんな。ちょっとこれ片手では無理っぽいな。取れた。簡単に取れた。なんかあんまり良くないなこれ。見た感じ。けど割れない、割れない基板です。割れない基板。どういう風になってんだろう。基板プラスチック多いな。しょぼいな。これバラつかってないな。こんな感じなんだ。まあ IC はついてるっちゃついてるけど、なんて IC 基板で通るかな。これバラす価値ないかも。
やば、やらかしたかも。閉めちゃおうかな。閉めちゃおうかな。いや、まだ諦めないで。資源的価値。資源的価値がないぞ、これ。何で重いんだ、こんなに。何が入ってんだ。やば。基板、家電基板。これバラす価値ないな。
あれ？何？あ、わかった。マイナスじゃねえ、これバラして。プロジェクターは価値なしだな、これ。資源的価値。ちょっとストップ。ネジを取る動画。ボツネタかな。
厳しいものがあるな、これ。プロジェクター何がどうなってますか。これだから終わった。厳しいな。あれ、アルミ入ってんじゃん、アルミ。これバラさないでいくかな。なんだこれ。なんだこれ、基板入ってるな。どうやってあげるのこれ。何これ、あー、嘘。ちょっとやっちゃったかもしれない。わあ、こんなになってるんだ。やっぱあったんだ、IC 基板。ちょっと一回ストップ。うわあ、綺麗。むちゃくちゃ綺麗じゃん。
まあこういう IC も乗っかってるし、あ、これ飾っとこう。これ重いな。あ、ここに繋がってたんだ。ほとんどギブアップ状態。ほとんどギブアップ状態。ドライバーもなくなった。ほとんどギブアップ状態。なんじゃこりゃ、雑品じゃん。雑品。なめだなこれ。厳しいぞ。手上げ状態。手上げ状態。あれ、この大きなネジ外せば取れんじゃね、もしかしてスポって。なんじゃこれ、もしかしてそんな感じじゃない。お手上げ状態。お手上げだな。何これ何も取れないぞこれ。本当の本当に
これ電源基板でしょ。これも電源基板でしょ。トランスとか入ってないんだ。お手上げ。じゃあ、資源的価値が全くない。一回閉じます。あった。最後の一本これだ。これだ。難しく考えすぎてたんだ。難しいか。結局難しいか。結局難しいか。いくらの機械なんだろうこれ。5万10万では買えないでしょこれ。当時やべえ商品傷ついちゃう。聞いてんのかな。キリがねえなこれ。価値ないな。ちょっとわかんないな。思ってたのって全然違うもんね。資源的価値ない割には難しい。あった。
シールの下にビスがあった。なんだ、ここに隠れてたんだ。どこにあんのかと思った。ちょっと一回取ります。やっと取れた。こっちの方外しても意味ないんだ。この本体を固定してある大きなビスを外さないとスポって取れないんだ。意味不明すぎる。これ切っちゃった方がいいのかな。重いな。なんだこれ。厳しい戦いだな、これ。どっちにしても。鉄ついてるから白いんだ。なんだかあんまバラす価値なさそうなんだよ。鏡みてぇなの入ってんの。
みんな手続きだ。参った参っと共回りしてる。ほんと参ったぞこれ。けどこれアルミだな。あ、ダメだ、アルミ軽そう。ダメだな。シリンダーがもう回りしちゃうってどういうことだろう。厳しいな。ダメだ。ダメだ、これ以上バラしても。
しい戦いだった。アルミ欲しい。片手では取れねえんだよな、俺。共回りしちゃってるから。取れた。あれ、これアルミじゃね？なんだ、今嫌な音したで。しちゃってんな。共回りしちゃってんな。これ取れてんじゃね？こんなの作ったやつ食べるんだな。これ鉄でいけるわ。なんだ
なんでこんなになってんの。あ、メガネになる。あ、すげえ。メガネになる。どうで、あ、これほんとなるわ。なんないか。ほら。あ、使えるか？使えないか。使える。初めてだもんな、こんなのバラしたの。資源的価値は薄いな。何巻使えねえのかいこれ。よくわかんないけど。なんかもったいないな、手作りで出すの。なんかいろんな色が出るな。青とか赤とか青とか。なんなんだろう、俺。ほら。あれ、これ側はアルミだ。ザッピンでいける。だがあんま良くないな。
何なのかが全然わかんない。軽っ。これ雑品でいきますもん。これも雑品。これ単体では何の使い道もねえな、これ。雑品だな、鉄。資源的価値薄すぎてびっくりしたよ。プライヤーねえかな。プライヤーねえな。プライヤー。プライヤーねえ。切っちゃうしかねえ。
でこんな複雑に作ったの。何やってると思う？正解。何壊してんの？わかんない。パパにもわかんない機械。何壊してんの？もういらないの？うん、いらないんだよ、これは。わかんない、パパにも。大工さんが持ってきてくれたの、大工さん。壊れたまま？うん。壊したって言ってた？うん、壊れちゃったって言ってた。壊れちゃったんだってさ。もったいないね。うん、治んなかったんだって。そのまま残念。できるよ。パパこれ綺麗。うん。こっちの方がもうこの上に、これの下見てみ。このエロ貸してくれよ。なんかこのエロなんか変なリボンだ。ガラスだからね。このガラスガラスだから割れるからね。ほらなんかダンスしてみたらこれ大丈夫？めっちゃやろ、こっちのガラスだ。ママにダメだって言ったら持ってきな。ガラス危ないからね、手切るから。スーパーカミナこのガラスだった。こんなガラス、ここら辺とかここら辺が色変わってる。色変わってるでしょ。うん、なんか色が変わってる、はい、色めっちゃ綺麗でしょ。どういう色このガラス。はい、なおちゃん、めっちゃガラス。なんかよ。それバーバー。あ、じゃあなあちゃん、じゃあパパのだけちょうだい。まずハイプラ。あれ2キロ？そんなことある？ちょっとこれ下が安定してねえな。 2.3 キロしかない。ハイプラ 2.3。 よし、鉄。おお、7キロ。7キロか。よし、家電電源ミックス基板が 1.5 キロ。
ギリギリのラインの基板。安いとこだ。0.4 4、うん、そっか、うん、なんとアルミが、アルミ 1.3 キロ取れました。うん、なんと電線なんと 0.4 キロ取れました。電線 0.4 で、し、うん、メイン基板 0.258、 ノートパソコンのマザーボード、あー、ノートパソコン基板ぐらいの重量はあるんだ。これで結構いいっすね。正方形の IC が。ジバル、こう考えるとバラした方がお金にはなるけど、手間考えたら何とも言えない。再試験化の道は厳しい。見る価値ないな、もうこうや。バラした方が金になるけど、採算のこと考えると厳しいってことですね。以上。真鍮も 0.1 キロ取れました。 0.1 キロ。そしたらモーターは 0.3。 じわじわ。これも雑品だな。雑品 1.5。 じわるな。こっちほんとゴミ雑品。あ、ゴミ雑品はそんなんないんだ。この辺はゴミ雑品じゃねえかね。計算してみるか。